미나상 하리리야. 今日も 素晴らしい 예수様に 아이오 코메테 레아요 사사게마쇼. 자, 오이너리 준비요 시테 쿠다사이. 오이너리 시마스. 아이스루 예수様 주노 미나오 호메 타타이마스. 今日も 예수様の 미마이니 데테 레아요 사사게루 요치부 소시테 쇼가코부오 오시에테 쿠다사이. 예수様 아이노 코코로 모테 스베테오 치쿠시테 예수様に 레아요 사사게루 코토가 데키마스요니 예수様 미치비테 쿠다사이. 코코로 토라에테 쿠다사이. 간샤시 예수様の 미나니요테 오이노리 시마스. 아멘. 미나산 타치 아가리마쇼. 예수様が 이치반 다이스키 데 랄랄라 다이스키 다이스키 예수様 스키 데스 랄랄라 다이스키 다이스키 예수様 스키 데스 요로코보 야스마드 이노로 슈오미아게테 스베테 간샤시오 랄랄라 아이스루 아이스루 예수様
の地の木の豊かさしろ。主イエスの十字架の地で全ての罪許され、新しい命の中に生かされ、とかしえに主と住まう。花は咲き誇り、鳥たちは歌う、喜びの賛美捧げる。もはや夜がない、主の怒りの中、命の地の豊かさ知る。言葉を聞く時間です。皆さん準備はできてますか？じゃあハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤ、ハレルヤ。皆さん、それでは一緒に聖書の御言葉を見ましょう。今日の神様がくださる御言葉はヘブル人への手紙11章5節の御言葉です。ヘブル人への手紙11章5節の御言葉です。それでは一緒にゆっくり読みましょう。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。アーメン。今日の御言葉をもって神様に喜ばれる人になりましょうというタイトルで一緒に恵みを分かち合いましょう。皆さん、この世の中には本物があって偽物というものがあります。例えばですね、皆さんのお母さんが大好きな、ブランド品があります。ブランド品の中にはルイ・ヴィトンというものがあるんだよね。プラダとか、皆さんは聞いたことないかもしれないんだけど、お母さんが大好きなルイ・ヴィトンというものがあるんだよね。これはとっても高価で世界的に有名なものなの。みんなのお母さんたちは誰もが欲しがる。だから人気があって高価なものだからね、このルイ・ヴィトンを真似て偽物を作るわけね。それでなんかこのルイ・ヴィトンをね、恋ヴィトンとかね、名前をつけてね、売ってるわけなのね。とね、プラダという高価なものがあるわけね。お母さんが大好きなブランド、こう高いからね、これものプラダがね高くてよく売れるから、このプラダ、本物のプラダを真似してクラダというものを作ってね、売ってるするんだよね。お母さんたちはね、まあ偽物でもいい、あまり外から見ると見分けがつかないから、一応それを買って自分をね満足したりするわけよ。でもやっぱり偽物は偽物であって、本物と違ってやっぱりね、すぐ傷をついたり、そして売ってもあまり価値がないわけね。やっぱり本物とは違って、どこかやっぱりね違うわけね。このようにね、信仰においても本物の信仰と偽物の信仰があります。じゃあ本物の信仰と偽物の信仰、どういうことなんだろう。本物の信仰は神様にこう栄光を返すために、神様に喜ばれる、神様を喜ばすために信仰生活する。じゃあ偽物の信仰は自分のために、もう自分の崖、もう自分を喜ばすための信仰なの。例えばだよね、礼拝にするときに礼拝に出てくるのもね、自分が楽しいから礼拝に出てくる。賛美も自分が楽しいから賛美をする。で、神様が好きで、神様が大好きで愛してるからするんじゃなくて、自分が好きだから、自分をなんかね喜ばすために、これが自分のための信仰であって、これは偽物だよね。本物の信仰は神様を喜ばすために、私が礼拝に出ていくと神様が喜んでくださるからと、神様中心に、これが本物の信仰なわけ。こういう信仰が神様に喜ばれる信仰だと書いてあるんだよね。じゃあならばね、神様に喜ばれる、神様を喜ばすためにはどうしたらいいんだろう。
実は先ほど読んだエノクは神様に喜ばれていたと書いてあったんだよね。鳥で喜ばれてたのか、なんと死ぬことなく天に移されたと、で神様が天に引き上げたってことなんだよね。とっても大好きだから神様がね、もう死を体験せずに天に引き上げてきたわけ。エノクはどういう生き方をして神様に喜ばれたんだろう。実はね、それがね、漱石小瀬の古書に書いてあるんだけど、そこにはエノクは神様と共に歩んだ、それで神様が彼を引き取られたのでいなくなったと書いてある。つまり今日の本文でね、一緒に読んだところに、エノクは神様に喜ばれていることが明示されたって言うんだけど、そういう喜ばれていたことは神様と共に歩んだことだったの。そうだからね、神様と共に歩むことが神様に喜ばれる、ある意味ではね、本物の信仰なの。じゃあ神様と共に歩むためにはどうすればいいんだろう。簡単なんです。皆さんがイエス様を信じてるでしょ。イエス様を信じてるならば、皆さんの心の中には誰がいるの？そう、聖霊様が皆さんの心に住んでいらっしゃるんです。この聖霊様は神様の霊でもあるし、そしてイエス様の霊でもある。だからこの聖霊様を通してイエス様の思いを教えてある、神様が御心を教えてるんだよね。つまり皆さんの中に聖霊様が共にいるということは、イエス様が共にいらっしゃる、神様が共にいらっしゃるということなの。この聖霊様を意識して一緒に歩むことなの。皆さんが朝起きたら、目を開けたら、ああ今日も朝日が昇った、夜が明けた、神様今日も私と共にいてください、私一日主が共にいてくださいとお祈りをすること、そして食事をするときにもお祈りをね、心から祈るんだよね。神様今日の食事本当にありがとうございます、心からいただきます、こういうふうに心からね、神様に声をかけるような思いで祈りをするわけ。するとちゃんと神様は聞いておられる。そして皆さんがね、気づかないかもしれないけど、そのことを見て主が喜んでいらっしゃる。学校行くときにも、イエス様一緒に行きましょうと道を歩いたら、こういう生活が慣れてくると、本当にイエス様が隣に一緒にいらっしゃるということが分かるようになるの。皆さん礼拝を捧げるときに、賛美するときに、神様が共にいらっしゃるなと感じたことあるでしょ。それが皆さんの日常の生活もね、共にいらっしゃるってことを感じなければいけない。じゃなければね、自分を喜ばすことばっかり、自分が好きなことばっかり、神様と関係なく一人で生活する。するとね、それはね、本物の信仰じゃなくて自分のための人生になるんだよ。だから普段皆さんが友達に会ったら、ああ誰々ちゃん、誰々くん会って嬉しいなと声かけるかのように、実際に声をかける祈りをする、それから神様と共に歩むことになる。これが神様と共に歩むための練習、神様と共に歩むための臨在の練習なの。これをしなければいきなり神様と歩むことができないんだよね。うちの教会にね、新井さんという人がいるの。メガネかけててね、その新井さんはね、信じても1年経ってるのかな、まだ2年ぐらいになるのかな。この人はね、いつも私は神様と一緒に歩みたいんですと、教えてくださいと祈ってて、いつも心からね、声かけて祈ってたの。それでね、ある日こうアルバイト先でね、だからその時に掃除のアルバイトしてたんだけど、なんと一緒に掃除するその方がね、なんとこう埃棒を持って掃除をするのに、なんか埃棒がその埃棒がね、なんと半分折れてるんだって。隅のところに埃を取るためのね、ペタつく丸い円形、ぐるぐる回るものあるわけね。それが半分で破れてんだって。で、破れたまま埃を取っているから、新井さんがなんであれをね、取り替えずに破れたものである埃を取るの、嫌だなと思って、心怒りが込み上げてあってね、もう怒りが徹底的に瞬時になって、もう怒りがね、爆発しな時に、いきなり、おい新井、切れるなと声が聞こえたんだって。びっくりして、さすがに、あ、これは神様の声だ、新井切れるなよって言ったらしいの。びっくりして、あ、神様だ、
神様が私と共にいらっしゃるんだと思って、瞬間その怒りをね、自分で分かりましたと怒りを鎮めたの。それで、ああイエス様が私と共にいらっしゃるんだ、共に歩んでくださるんだと、すごく喜んで嬉しくてね、次の日、これがね、次にまた次の日に、その日は新井さんがとってもね、一人でね、なんか一緒に働くバイトの人が来なくなって、一人で全部仕事をしなければならなくなったんだ、とっても疲れてるのに、ここの中でなんでみんなに勝手にね、仕事今日休むと連絡をせずに勝手に休んだの、連絡をせずに一人でこう無理だよって時に、なんかいきなりね、かかる中になんか不思議な力が望まれて、力が出て、もう軽快になって、もう体が軽くなって、仕事を全部することができたんだって。それでね、あの新井さんがね、あの先生のところに来て、こういうことがありましたよって言って、それが神様と共に歩むことですよって言ったの。皆さん、先生は何がいいか言いたいかというと、このように心から私は主と共に歩みたい、そういう思いを持ってて、いつも心を込めて神様に声かけたらしいの、祈りでね。するとイエス様が共にいらっしゃる、声をかけてくださる、力もくださることが分かったわけね。皆さん、これ大事なんだよ。これが主と共に歩むこと。皆さん、今終わりの時でしょ。エノクは死を見ることなく天に移されたって言ったでしょ。皆さん、もうイエス様が、ね、いつ来られるかわからない、もうコロナでね、学校も行けない、会社も休む、もう世界がもう狂ってる、もうイエス様がいつ来られるかわからない。皆さん、イエス様が来る時にイエス様と共に歩んでいるものは残されるかもしれない。で、神様に喜ばれている、聖霊様に、イエス様に喜ばれている人はイエス様が来る時には引き上げられるんだよね。だから神様と共に歩む練習をしなければ、あの日本当にイエス様が来られた時に残されるかもしれない。お父さんお母さんがみんな空中に引き上げられるのに、一人で残されるかもしれないよ。だから日頃神様に声をかけて、イエス様と神様と歩む練習をする子供になりましょう。主に喜ばれなければ天国に行くことできないですから、これから主と共に歩む練習をする、アガペの皆さんになることをイエス様の皆によって祝福します。じゃあそれでは今日一緒に祈りましょう。いや、分かりました、私も神様とイエス様と共に歩むように心から祈り歩むことを願います。それでイエス様が共に歩むことを感じることができるように助けてくださいと、この時間一緒に祈りましょう。エノクは神様に喜ばれているものでした。それは神様と共に歩んだと書いてあるだけです。エノクは平凡な人でした。聖書を見ると子供を産んだ産んだ産んだばっかり書いてあって、彼が神様のために何事偉いことしたと書いてません。ただ神様と共に歩んだと書いてあります。子供たちが神様と共に歩んでいるかどうかわからない子供があるんだったら危ないです。主よ、神様と共に歩むことができるように、心から祈り声がけ、共に歩む子供になるように導いてください。神様、今日とっても大事なメッセージありがとうございます。神様に喜ばれる本物の信仰は神様と共に歩む信仰です。エノクのように、そのために子供たちが日頃意識して神様に祈り、神様の臨在を共に歩んでいることを感じなければ感じられなければなりません。心に神様と共に歩むことを誓った子供たちの祈りを聞いて、主が共に歩むことが分かるようにしてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは神様に献金のお祈りをします。イエス様、今日の御言葉ありがとうございます。献金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様の皆によってお願いします。アーメン。
皆さんの捧げられた献金のための祝福のお祈りします。神様、本当にありがとうございました。子供たちが本当に素直になって神様と共に歩むことを祈りました。今日の御言葉に感謝して、子供たちが信仰を込めて愛を込めて捧げ物を捧げました。子供たちのその心の中にある夢を祝福してください。未来を主が祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは皆さんにお知らせがあります。来週7月4日は初穂の収穫感謝主日として捧げられます。皆さん、初穂の感謝収穫主日なので、心からね、神様に感謝する気持ちを持って礼拝に参加しましょう。また感謝収穫礼拝だから、感謝の献金もね、特別に用意するようにしましょう。それでは主の祈りを持って礼拝を終わりにします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光神様に返しましょう。